の、ぬぬ、どうも、シャルンでーす。はーい。今回は、ですね、今日は当日トークとなっております。前回の動画でね、神戸行くっていう Get Ready With Me を公開したんですけれども、昨日神戸から帰ってきて、お家に帰ってきたらファヨンちゃんからプレゼントが届いてたということで、今回はこちらを開けていこうと思います。イェイ！本当はね、別の動画を公開する予定だったんですけれども、ちょっと早く開けたいということで、こちらを開けていこうと思います。それでは、早速始めていきましょう。スタート！パパパパパパパー。私はですね、3月の27日にお誕生日なんですよ。前にね、ファヨンちゃんのお誕生日プレゼントを送るっていう動画を見て、ファヨンちゃんが私にもプレゼントを送ってくださったんですよ。なので、ちょっとそれを今日は開けていこうと思います。ありがとう、ファヨンちゃん。私ね、神戸でね、死ぬほど食べたの。昨日なんかスタバ1日で2杯とか飲んだし、頭いかれてるよね。本当に顔がパンパンで、やばいんです今。どうにかごまかしてるんですけども、カチューシャとかでっかいのつけて、頑張って痩せますので、ちょっとお待ちください。それでは開けていきましょうか。ファヨンちゃんがね、動画出してたんですよ。日本人のお友達の誕生日プレゼントを送るみたいな。ちょっとそれを見ちゃったんですけど、すぐ忘れちゃうので、大丈夫です。あ、だけど、ロゼプルダックポックンミョンとエースクラッカーが入ってるってことは覚えてます。私の大好物なので。ロゼプルダックポックンミョンはですね、私食べたことがないんですよ。近所でね、売ってるの見たことなくて。そう、だからすごく嬉しい。そうでね、すごく申し訳ないことにね、私が送ったやつがまだ届いてないっていう。お手紙がついてる。お手紙は最後に読もうと思います。嬉しいよー。何が入ってるのー。いっぱい入ってる。じゃあどんどん紹介していきますね。まず最初に。こちら。でっか！こんなでかいんだね。こっかえコーンでございます。これは私、ファヨンちゃんに頼んだものなんですよ。なんでかっていうと、トワイスのももちゃんが食べてたんですよ、V ライブで。それを見て、これ辛そうだし、めっちゃ食べたいと思って、今回ファヨンちゃんにお願いしました。ファヨンちゃんありがとう。ちょ、これ食べよっかな。手につけて食べるんかな。いただきまーす。うん、美味しい。めっちゃ辛いんかなって思ったけど、甘辛いって感じかな。めっちゃ美味しい。ももちゃんとかさ、なんか何、アイドルってさ、めっちゃ美味しそうに食べるじゃん。だからほんと食べたくて。めっちゃうまいこれ。大事に食べます。そして次に、じゃじゃーん。私が大好きなハニーバターチップでーす。入れてくれてる、嬉しい。日本にもね、幸せバターっていうお菓子があるんですけど、すごい似てるんですよ。めっちゃ美味しいこれ。ありがとう、ワヨンちゃん。そして、そして、じゃじゃーん。オールチョ。オールチョ。合ってんのかな発音。これさ、前にも送ってくれたんだけど、私まだ作れてないんだよね。ごめんね、ファヨンちゃん。チーク菓子みたいな感じのやつ。これ今度企画でやります。ファヨンちゃんが動画でやってほしいって言ってたから、今度韓国語 Vlog の時にやろうかなって思います。ありがとう。ワクワクする。なんかこういうさ、友達がさ、私のことを考えて詰めてくれたプレゼントってめっちゃ嬉しくない？次、せーの。じゃじゃーん。パクソージュン！こんにちは。ビビゴ。私ビビゴ好きだよ。ビビゴの餃子が好き。キンチャーパン。ご飯の上に乗せるやつだ。今日の夜ご飯もしっかりこれで食べさせていただきます。ありがとうございます。そして次に、じゃじゃーん。これまだファヨンちゃんが食べてないって言ってたやつじゃない？ホブクチップの新しい味。これなんだろう。パ、待って、これが読めない韓国語。あ、バニラだ。バニラって書いてある。バニラ味のコブクチップ絶対美味しいじゃん。これまたカロリー爆弾なんでしょう。すげえ。アイスクリームの上に乗ってる。チュロス味みたいなのを、この前ファヨンちゃんに送ってもらって食べたことがあるんですけど、ガチで美味しいの。コブクチップ、すごく嬉しいです。ありがとう、ファヨンちゃん。ここにお菓子がいっぱい。幸せ。そしたら次に、これは、ロム&って書いてある。リップかな？そうだ、一回、なんかファヨンちゃんが突然、この中だったらどの色が好きみたいな、聞いてきたことがあったんだ。それかな？そんなサプライズもあるの？なーに？なーに？あ！え？待ってこれ！説明が難しい。説明ちゃんとしよう。昨日遊んでた友達が使ってたリップめっちゃ可愛かったの。貸してもらって、つけたらめっちゃ可愛くって、ロマンの07番だって思ってたら、まさかのロマンの07番なんだけど。え、めっちゃ嬉しい。え、これほんと可愛いの。可愛い。なんかこういうさ、なんかピンクみたいな色めっちゃ好きなんだよね。嬉しい。ファヨンちゃん本当にありがとう。これマジ嬉しい。そしたらどんどんいきます。まだまだあります。せーの。じゃじゃーん。iPhone ケースだ。可愛い。そうだ、これ言ってたわ。ちゃんと12ミニなの。嬉しい。ありがとう、ファヨンちゃん。これ使う。ギャル。超可愛い。遊びたい。最高がいい。ギャル。超ナムスキル。本当にありがとう。トッキー。トッキーに変えてきました。お揃いです。イェーイ。ファヨンちゃんありがとう。そして次に、せーの。じゃじゃーん。
何ですかこれは。3つ？何このなんかチョコの細々したちっちゃいクッキーみたいな。何のお菓子か教えてけろ。なんだこれは、チョコ？なんかチョコっぽくない？色とかそういうのが。ちょっと初めて見たこれ。嬉しい、ありがとう。これ食べます。全部食べます。そして次にせーの、じゃじゃーん。これ何？ホームランボール、ホームランボールかな。すげー可愛い絵が、なんかすごい子供に人気そう。すげー、ホームランボールチョコ食べます。そして私が大好きなエースでございます。やーい、これ本当に美味しいの。学校とかでも一人でずっとむさぼり食ってたから、高校の時本当おすすめ。嬉しい、エース2つも手に入るだなんて、なんて贅沢な。そして次にせーの、じゃじゃーん。メディヒールのパックだ。いいの？これメディヒールのパックってめっちゃ高くない？申し訳ねえ、ありがとう。オーガニックみたいなさ、めっちゃ体に良さそうなパック初めて見た。ありがとう。こちら今日使わせていただきます。待って、こっからこう、うめえ。ちょっと脱線しちゃいました。次行きましょう。次にせーの、じゃじゃーん。なにこれ、靴下？靴下履きます。待って、ちょっと待って、とりあえずちょっとここ置いとく。すげえ見て、これメディヒール買ったからついてきたのかな。エスパだよ。 I'm on the next level。 昨日私初めてカラオケでネクストレベル歌ったんですよ。めっちゃ難しかった。めっちゃ嬉しい、ありがとう。そして次に、じゃじゃーん、マスク入れかわいい、絵がシュール、かわいい犬とクマ、ありがとう。そしてまだまだあります。じゃじゃーん、こちらオンマッソン、オンマッソンパイ。どういうこと？お母さんの手、お母さんの手、お母さんの手のパイ、オンマソンパイいただきました。ありがとうございます、オンマソンパイ。そして次にこちら、これは何でしょうか。オアオートメ、オートミールって書いてあるわ。え、こうやってなんかつける？そのまま食べていい？なんかチョコっぽい、なんか、お、確かにオートミール的な、あ、よく甘くて美味しい。そしてラストでございます。せーの、じゃじゃーん、こちらロゼプルダックパックミョン、違うわ、ロゼプルダックナプチャタミョン、ロゼプルダックナプチャタミョン。どういうことですかこれは。わからないけどマジで美味しそう。パヤンちゃんが動画内でこれ300円もしたって言ってた。高くね、カップラーメン300円、これは高いっすね。こんな高価なものをありがとうございます。私も日本の高価なものって言ったら何だろう、一蘭のラーメンとか。じゃあ次送ろうと思います、一蘭のラーメン。2、私の親友シホ、今日は2月26日だよ。もう誕生日プレゼントの準備なんて、実は2日後に大学の寮に入って3月に時間がなさそうだから今準備するの早いけど、お誕生日おめでとう。今年も元気で幸せに過ごしてね。10万も十分にできる、できる、できる、君ならできる。なんでファヨンちゃん知ってるの？私のストーリー見られたかな？できる、できる、君ならできる。私はいつもシホの味方だよ。かわいい、嬉しい、ありがとうファヨンちゃん。心があったかい。というわけでファヨンちゃんがくれた靴下を履こうと思います。靴下は友達にプレゼントされるの初めてかもしれない。履きました。靴下はこんな感じでございます。イエーイ。なんかこういう服を着てることもあってかわかんないけどさ、なんか TWICE のチアップの時とかなんかそれっぽくね。チャノペイベ、チャノペイ。はい、というわけで今回はですね、ファヨンちゃんに送ってもらった誕生日プレゼントを開封してみました。イエーイ、本当にありがとう。靴下含め全部が本当に嬉しいです。これもつけます。本当にありがとう。ファヨンちゃんの誕生日プレゼントはですね、まだ韓国に入ったぐらいなので、ちょっとまだ届くかわかんないんだけど、楽しみにしていただけると嬉しいなって思います。また多分ファヨンちゃん動画撮ってくれると思うので楽しみにしててください。本当にありがとう。また電話してるところとかも動画に出せたらなって思うので、皆さんファヨンちゃんのチャンネル登録も私のチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントお待ちしております。バイバーイ。